こんにちは。アドリブのテクニック、クロマチックアプローチのアップを紹介します。クロマチックアップとは半音上がるアプローチノートのことです。使える音はターゲットの構成音の半音下、ターゲットは表ダウンビート、特に一拍三拍、そこに向けてアプローチノートを置くのが通常のやり方です。ジョージ・ベンソンはイージーリビングのテーマでは2箇所クロマチックアップを使っています。まずターゲットノート Gm7、 構成音は G、 B フラ、 D、 F。アプローチノートはその半音下です。もう一箇所は B フラットメジャー7がターゲットノートの時です。コード音は B フラ DFA、 これもアプローチは半音下です。しかしジョージ・ベンソンはそれを無視してあえて表にアプローチを入れています。演奏が十分にコーダルであればそこまでこだわる必要はありません。ジョージ・ベンソン式アプローチ Gm7、C シャープから D にアプローチしてます。アプローチ D、C シャープ、D、G、B フラット、D、F。あと B フラメジャー7紹介しましょう。B フラメジャー9があります。これに向かってこの3度の D に向かって C シャープからアプローチしています。いかがでしょう？ためになったでしょうか？少しでもためになったようでしたらポチッと押してください。それではまた、バイバイ。Take it easy.